で国会議員大体あの国民のことバカだと思ってます。すぐに忘れると思ってます。ゴールデンウィーク挟んだら忘れるだろうからゴールデンウィーク前にやっちまおうかとか、年末年始挟んだらあいつらすぐ忘れるから12月の初めぐらいにやっちまったらどうだとか、常にそういうことの繰り返しなんですよ。何をやらなきゃいけないかって言ったら、この国のオーナーはお前らじゃないんだぜって、この国のオーナーは私であり私自身でありみんなであるんだっていう原点に戻ってコントロールしなきゃダメなんですよ。政治の場で勝手にやられることに関してやっぱりこれはもう指をくわえて見てる場合ではない、直接的にこれは参加していかなきゃいけないことなんだろうということです。で当然一般の会社で予算をつけますっていうよりも予算が欲しいですって言われたときに、じゃあその予算がなぜ必要なのか、その内訳はってことになりますよね。例えば予算を求める限りはその予算がこれだけ必要だってことを証明しなきゃいけないんです。でも国会はどうなってますかって言ったら、例えば43兆円これは軍事の拡大に43兆円もの費用を使うってことを決めたんです。一方中身はって言ったらほとんど決まってないんです。国内でミサイル作るやろ、武器作った後海外に送るやろみたいなことしか決まってないんです。普通の会社でそんなお金出ます？出ませんよ。その金額には一体なぜその金額が必要になるかというような見積もり、説明できるものがなければいけないのに、それがなかったとしても数で押し切れるような状況になっちゃってる。これはどこに原因があるかって言ったら政治家そのものにも原因があるけれども、そういう状況になったとしても怒らない、ひっくり返そうとしないという国民たちにも責任がある。当然なんです。これ当たり前なんですよ。だって主権者国民なんだもん、オーナー国民なんだもん。で選挙の時に 50% 票捨ててるでしょ。これじゃ勝てないですよ。向こうの方が本気だもん。向こうのバックは誰かって言ったら経団連だったりとか、さまざまな大きな企業に宗教、自分たちに見返りをいただくために票と金で動かし続けてるんです。これこそが本当の民主主義なんですよ。実は経団連がやってること、創価学会がやってること、統一教会がやってること、政治に対してアプローチしていることは自分たちの願ってることを実現したいために政治を動かしてるってことだから、褒められたもんじゃないけれども、やり方はでも彼らは実際に動いてそれを獲得してきているっていうものすごい力を持ってるんです。でも彼らが求めていることが形になった結果、多くの国民の首が絞まることになったわけだから、求めること、求めてる内容自体がそれはまずいだろうっていう話にはなるんですけれど、言いたいことは何かっていうと、縄をつけなきゃダメだよって、手綱を持たなきゃダメだよって、グリップしなきゃダメだよ、コントロールしなきゃダメなのよっていうのは国民の側に責任があるってこと。今ある地獄や今ある不条理はいきなり生まれたもんじゃなくて、国民が政治を放置してきたという延長線上にこの地獄が生まれたってこと。私もそれを気づいたのは36過ぎてからなんですよ。原発いらんっつったら仕事切られて、表現の自由の仕事してたのに、自分の思うことをこの国のオーナーとして言ったら仕事を一斉に失って収入源が断たれてしまうってことになっちゃった。こんなことになるんだったら直接あそこに言いに行ったるわってことでその道に進んだんですけれども、結局社会がこれだけ壊れたのは誰のせいなのかって考えたときに、よく考えたら自分のせいだってことに気づいたわけですよ。どんな不条理にも声を上げず、困ってても助けず、自分の人生だけ生きてきたから、たまに選挙に行ったり行かなかったりってことを繰り返していきながら何かしら分かった気になってただけ。でも違うんですよ。コントロールするのは自分で、そして社会をちゃんと当たり前のように運営されるように監視し続けるのは自分の仕事だったんだなってことにやっと気づけた。遅いですけどね、情けないですけど。だからこの地獄を作ったのは私の責任なんです。無関心だった。だから少しでもそれに気づいてしまったからには変えるために頑張りたいということです。お金の使い方だったり裏金だったり、さまざまなことむちゃくちゃですよ。そこに対しての規制を作るっていうのは当然のことで、少なくとも一般の企業と、これは近しい形に持っていくためには
当然そのような制度設計をしていく、そういう変革をしていくってことを考えている人たちが選ばれるべきであろうと、そういうふうに思います。の状況において30年経済が疲弊し、そして貧困が拡大しているという日本、30年先進国で経済悪くなり続けてるの日本だけなんですよ。世界で異常なんですよ。実質賃金30年下がり続けるって。この状況の中で軍備だけピカピカに揃えて、国内がもう倒れそうな勢いになっちゃってる。これ強い国って言うかってことなんですよ。やるべきことは何だっつったら、まず国内の一人一人の安全保障をしっかりと固めることなんですよ。そして安全保障といえば食べ物なんですよ。米不足、米のパックも売ってませんとか、米は久々手に入ったけど値段が倍になってますとか、主食でさえもこんな状況で、ミルク、酪農家に対してごめん、乳製品余ってるから、それ余ってる牛乳捨ててくれるかって。いや捨てるんですかこれ。いやもうどっちか言うたら牛殺してくれ、一頭あたり数万円出すからって。なもっと言ったとしたら、もう酪農やめてもらってかまへんねんって。これがこの国の食の安全保障の姿ですよ。その理由は何なんだよって、ヨーロッパから EU から乳製品輸入してダブつくから国内を淘汰しようって、狂ったやつらですよこんなの。安全保障を声高に叫びながら、安全保障の基礎であるミサイルよりも強い食料を国内で作れないような状況にして、自動車を売るために農業をどんどん売っていくってことをルール上してった。自動車も大事だけど自動車食べれませんからね。自動車売った金で食べようと思っても、緊張状態が高まってる時だったら食べ物よそから入ってきませんからね。日本を滅ぼそうと思ったら武器なんていりません。食べ物止めるだけでいいんですよ。今や農業どうなってるかっつったら、もう高齢化むちゃくちゃ進んでるじゃないですか。それもそのはず、米作ったってこれ赤字にしかならないって。じゃあ借金を重ねるために農業すんのって。今までやってきた生活だから、先祖から代々受け継いでる生活だから、今やってくれてる人たちは続けてくれてるけど、この農業さらに悲惨なことになったら一番困るの誰ですかって言ったら、都会に住む者たちですよ。地方の方々が作った農作物を都会に送らなくなったら1週間持ちませんよ、生きていけない。一方でその地方を、農業を衰退させ続けて食い物にし続けてきたわけでしょ。そんな国が今や43兆円もの軍事費を拡大し、それ以外にリソースを割かずに一部の重工業系などだけで分け合うようなこの利益で、この国の30年の衰退どうやって取り返すんですか。失われた30年どうやって取り戻すんですか。むちゃくちゃですよやってることが。どこまで食い物にされたら気がつくんだっていう話の延長上に令和新選組の旗揚げがあります。日本はじゃあこの緊張、東アジアの緊張をいかに緩和させていくかを考えたときに、やはり経済を考えなきゃダメなんですよ。日本と中国の間にたった2週間であったとしても、戦争になっていないたった2週間という期間、ここに 1.4 兆円の部品が国内に入ってこないだけでもどれだけの損失が生まれますかってことをスーパーコンピューター富岳が計算をした。その結果 1.4 兆円が調達できない部品が53兆円分の生産額が消失するんですよ。53兆円分のものが作れなくなった。じゃあそれに関わる労働者どうなるんですか。首切られるんですか。その後何かに就職すぐできるんですか。それともこれで切られた労働者国が全部面倒見るんですか。そんなわけないでしょう。自己責任だって言われるんですよ。切られるのは誰からって、切られるのは非正規からでしょう。いつだって首切れる、安く働けるって、そういう働き方をここまで増やしてるわけだから、それにしたって53兆円ものものが作れないという状況が目の前に突きつけられたときに、これだけでも死ぬ人出てきますよ。経済の影響によって自分で命を絶つ人たちはこれまでにもいたってこと。日本が一番不況の時には3万人を超える実死者がいたわけでしょ。経済不況で人は死ぬ、当たり前のことなんですよ。話戻ると、53兆円分のものが作れなくなるということは、これに関わるさまざまな人たち、作られたものを輸送する人、その先で販売をする人、いろんな人たちが関わるわけだから、これ53兆円どころの損失じゃないんです。
戦争が起こっていないたった2週間という緊張の間に中国から 1.4 兆円の部材が入ってこないだけでこれだけ大きな影響を受ける。だから今アメリカと中国の緊張に対してアジア諸国が何と言ってるか、アメリカ側につくのか中国側につくのか、そんなことは俺たちに言うなっつってるんですよ。どっちにもつかないぞって。何と言ってるかっつったら Don't make us choose、 私たちに選ばせるなそんなことをっつってるんです。やめろそんなことはと。マレーシアのマハティール元首相、米中二択ではいけない、当たり前ですよ。この戦争をやって誰が得するんだって。アジアが混乱するだけだろう。各国が貧困化するだけだ。誰が美味しい思いをするんだ。我々は日本がアメリカに近づきすぎないよう望んでいる、当たり前です。今この中国とアメリカの対立に対してアジアの中では日本側が特にアメリカの尻馬に乗って43兆円もの軍拡を決めている。しかも外交で解決するという道は選ばずにアメリカとの関係性だけで軍拡、そういう方向性に舵を切ってるからこういうことを言うんですね。他にもインドネシアの外相、インド太平洋は戦場ではない、地域は安定していなければならない。インドネシアの、ブラボー国防相、次の大統領ですね、米中どちらにも組みしない姿勢を強調。シンガポールの新しい首相、安定した米中関係を望み両国の間で問題が生じても双方に関与し続ける。太平洋諸国、太平洋の諸島連合みたいなところですかね。アメリカと中国の関心事だろって、私たちに関係のないことだ、余計なことしてくれるなってことですよ。競争や対立をしている時期ではないインドネシアの大統領、そしてアメリカ側であるはずの韓国でさえもどんな陣営に入っても中国との協力は不可欠だ。当然です。今や一国だけで何かしら経済が成り立つわけじゃない、いろんな国々と連携していきながら経済を成り立たせるという側面もあるわけだから、これによって緊張で 1.4 兆円の部材2週間入ってこないだけで経済終わりますよ。こんなの復活はさせられるかもしれない、その先にね。でもそこで多くの人たちが傷つく、そのことを分かってるからアジアの国々はやめろやめろってことを言ってるんですね。アジア諸国は米中いずれか一つを選ぶ選択を迫られることを望んでいない。そしてシンガポールの外相がものすごく力強い言葉を言ってます。誰も不利な選択を迫られることは望まない、誰だって属国、猫の手にはなりたくない、はっきり言ってんです。これある意味で日本へのメッセージだと私は受け止めてます。完全属国ですから日本は、植民地なんですよ。独立国のように見えるけれども間接的に支配されているのが日本です。宗主国様アメリカ、植民地は日本。例えば消費税減税しようぜって言った時に賛成してくれるのは野党とは限らないんですよ。自民党の中にもいるんです。だとするならば消費税減税という部分では手つなげますよね。減税のみで、それって例えば減税するっていう方向に行った場合には法律が出てくるわけだから、それに賛成する反対するの世界になるわけですね。逆に言えば、令和に入ってやるってことになるんだったら令和の、考え方、社会像だったりそういったものと一致する人じゃないとやれない。だから会社別なわけですね。一方で政策っていう部分に関しては一致できる部分に関しては当然これ手を合わせられるとかありますね。手を握れるところはある、当然のことだと思います。はい。だからそんなに大きな問題ではないなと。ただ積極財政、私たちみたいな大きな政府、一方で自民党のこれまでだったりとか維新で、立憲民主党というよりも民主党、彼らは小さな政府、新自由主義傾向の政党なんです。そう考えたときにやっぱり財政観、お金をどうしていきますか、どう出しますかって考えたときにやっぱこれ方向性変わるわけですね。自民党の中でもそうです。自民党は積極財政って言うけど軍事に傾けるとかっていうことも結構大きくなってくるわけですね。私たちは非軍事部門に対して大きく入れる、そして軍事っていう部分に関してはまずは外交だろうと。北朝鮮ミサイル飛んできても直接文句言ったことないんですよ、抗議したことないんです。中国経由で物言ってるから。何かしたら外交さえやってこなかったんです。やってもないことをやろうとせず軍事方面に拡大して金を一部企業に大きく横流しするようなことはやめろと。まずは外交だと。
だから今言っただけでも積極財政と言ったとしてもどこに金を流し込みますかっていう方向性でだいぶ変わるわけですね。だからそこを一緒くたに考えちゃうとなかなか難しい。これは投票する側というか有権者側への話ですね。今の社会にお金が足りていない、お金を流し込むべきだ、じゃあどこに流し込みますかということで積極的に流し込むべきだという人は結構いるんだけれども、その流し込む先がどこなのかっていうところまで見ていただきたい。で、一致できる部分があるんだったらそれぞれそのタイミングで一致をすればいい。ただし同じグループになるっていうのはなかなか難しいでしょうね。そういった意味でそんな感じです。政策によって法律だったりとかそういうことで手を合わせることはあるだろうということでした。で、私たちずっと予算委員会の時に質問の機会が来るたびテレビ入りでも特に必ず能登半島地震のことしかやってません。特に立憲民主党はずっと裏金なんですよ。もちろん違うこともやってたけどもほとんど裏金、その方が国民受けいいやろってことなんですね。わかるやろ国民、さすがにこのレベルはって。でも目の前の命かかってんすよ、生活かかってんすよ。だから能登半島に特化した補正予算組めってことをずっと言ってたんですね。はい。野党でさえもそこに対して、はい。その時に立憲は自民党裏金追及をアピール。はい。裏金議員たちが参加する政府の、予算案には徹底抵抗するの当然でしょって。これ補正予算通らないんだったら、プラス消費税の減税しないんだったら、私たちこの予算には、とことんこれ阻止しますと。成立させませんと。で、政府にしたら3月いっぱいで通したいのに、それをずっと粘られるっていうのは一番かっこ悪いわけですよ。要は。スケジュール通り決まらないっていうのが一番かっこ悪いから、なんとか調整して、こちら側の要求の一部でも取り入れようとしてくるわけですよ。けれども、そんなこともせずに、あっさりと、あっさりと、例年よりも早めに上げちゃってるんですよね、衆議院を。むちゃくちゃですね、本当に。で、衆議院の土壇場で何か抵抗しだしたんです、急に。思いついたかのように。はい。2時間54分演説しだしたりとか。あ、これは抵抗するのかなと思いきや、ね。そして、国会対策について考えるですね、立憲のこの人。安住さんって方ですけども、本気でやっぱり戦うときはこうやって戦うということを私はやっぱり貫徹したいと。だからつまりこういうことですよね。じゃあこっからエンジン入るんです、エンジンガツッと入れるんですかねいう話なんですけど、やっぱり貫徹したいってことですから。けれどもですね、なんと、もう少し頑張りたかったんだけど自民党との間である程度取れるものを取ったんでこの辺だと判断しましたつって、あっという間ですよ。もう昨日、ちょっと待って、3月1日やろ、でこれいつや、日付変えていいんや、ごめんね、もうほんと1日経つか経たないかぐらいですよ。本気でやっぱり戦うときは戦うということを私はやっぱり貫徹したいって言いながら、いやもう少し頑張りたかったんだけどもうここら辺かなと思いましたみたいなことを、まあ急に言い出してみたいな、はあビビるわほんまにっていうようなことを毎年のように見せられるんですよ、2023年でも。で、あまりにもやり方がひどいから2023年にはもううちの所属議員女性2人共同代表衆議院で、この人たちは予算審議に立てないから議席数が少なすぎて、衆議院もうあまりにもひどいなってことでこういうプラカードを掲げたわけですよ。大量の売国棄民法案を廃案にするためにもっと本気で戦う野党の復活をと、野党何やってんだよと、このままじゃダメだろうってことを檄を飛ばしたんですね。はい。したらですね、これは衆議院のですねおっさんたちが何を決めたか言うたら、厳重注意みたいな、そこに共産党まで入るみたいな。で、櫛渕真理はですね、もう一人衆議院議員がいるんですけれども、与党も野党も茶番じゃねえかよってことを懲りずに掲げたと。それどうなりましたかってことなんですけど、まあ、これ一番怒ったんです。一番怒ったのは立憲なんですね。バレるやろ、言うて。そう言うたかどうか確かじゃございませんけれども。はい。まあ、これでですね、結局懲罰食らうことになって、下手したらもう国会議員クビになるとこやったんですよ。おかしくない？数千万円猫ばばした奴らが金も返さず議員もクビにならないし逮捕もされないようなところなのに、本当のこと言っただけでこんな目に遭うなんて、可愛いもんですよ。誰に迷惑かけました？紙一枚ペラッと出しただけですよ。与党も野党も茶番だって本当のこと言って、でも全力に潰しに来るんですよ。立憲も賛成してっていう、まあこんな茶番の中で戦っていくってことが本当にものすごく大変な状況なんですね。
はい。で、まあ、反省してるっていうんで、立憲民主党としては、議員資格の剥奪じゃなくて、開国に留めるべきじゃないのって。党員停止、国会に10日間来るなというのはちょっと重いから、全体的に言ってんのは。クビになるかっていうところまで行ったんですけれども、党員停止10日っていうところで収まりそうになって、いやいや、でも開国にしとくべきなんじゃないのみたいな。グーで殴ろうか思ったけど、パーにしといてありましたわみたいなことをなんかわざわざツイートするっていうね。本当に、もうね、倒すしかないんですよ。自民党も。そして、ある意味でこの悪夢の民主党。そういうような執行部は倒すしかない。日本変えようと思ったら、自民党と自民党のコピーいらないんですよ。こういうものをやっぱり首切っていかなきゃダメ。維新もそうですよ。維新はだって自民党から流れてきたのと、民主党から流れてきたものだから。だからまあ、家族です、これ。自民、民主、そして維新。これ家族ですから。もう一緒の通りになったらええのにね、めんどくさい。